ここなら邪魔が入ることもない。心置きなくお前を殺せるというわけだ。どういう心境の変化だ。闇討ちの得意なお前が以前の戦いで俺に勝ったつもりでいるのか。貴様が伝承者に選ばれたあの時、俺はあの時の恨みを決して忘れん。お前は俺への恨みを晴らすためだけに俺の名を語り、多くの人々を犠牲にしてきたのか。そんなクズどもの命などこの傷の痛みの日ではないわ。見るがいい。この傷が痛むたび、俺はお前への憎悪を燃やし募らせてきたのだ。あの時は俺が足を滑らせたため運よく勝てたんだ。今回はあんなヘマをせんぞ。まだ気づいていないのか。すでに飛行を疲れ、足の自由が奪われていたことに。何？だが今はお前を生かしておいた俺の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。貴様に俺と同じ生き地獄を味わわせてやる。俺がなぜこのヘリポートを選んだと思う。このタンクにガスが残ってることを知っていたからだ。何をしようとお前が死ぬことに変わりはない。強がっていられるのもこれまでだ。これで貴様の逃げ場はなくなった。まだわからんか。死ぬのはお前だ。今こそ北斗神拳の真髄を見せてやるわ。腐った貴様が北斗神拳を使いこなすことはできん。この非常さ、凄み、昔のケンシロウではないな。俺は今日まで無数の敵の血を流してきた。友と呼べるライバルたち、その友の血が俺を変えた。友？真か？真のことか？お前の命もこれまでだ。だから貴様は甘いというのだ。すでに自分だけが炎に追い詰められていることに気づかぬとはな。うん？俺はこの時を待っていたのだ。メイドの土産にいいことを教えてやろう。貴様が今友と言った真、その真の魂を悪魔に売らせたのはこの俺だ。何？奴のために真やユリアが死んだというのか。いや俺はお前から全てを奪ってやった。そして今ここでお前の命も尽きるのだ。許さん、許さんぞジャギ。
ジャギ、俺の名を言ってみろ。なんてやつだ。まったく今さら逃げても無駄だ。バカめ、これはなんと聖剣。そうだ、俺も昔のジャギではない。俺様のなんと聖剣を見切れるかな。貴様、どこでなんと聖剣を身につけた。知ってどうする。貴様はここで死ぬんだ。終わり。聖剣を身につけようとも、そんなスローでは俺は倒せない。お前の謀略のために果てた4人の怒り、悲しみ、じっくりと味わうがいい。待て、ケンシロ、話せばわかる。話せば。まずこれは真の運だ。そしてこれはユリアの分。三人目はあの幼い兄弟の分。ちょっと待て、まさかその矢を。やめてくれ。そんなもの刺されたら死んじまう。な、うん、そして最後、全てを奪われたこの俺の怒りだ。貴様にはその醜い死に様がふさわしい。あと数秒でお前の体はこの世から消え失せ、終わりだ。終わりだと。バカめ、お前にはまだ二人の兄がいるのを忘れたか。貴様の地獄が目に浮かぶわ。あの二人が生きていたのか。今はの際のジャギの言葉、ケンシロウを地獄へと導く道しるべとなるのであろうか。伝承者争いに終止符を打つため、ケンシロウは旅立つのであった。